シャケさんとですね、はい、2年半ぶりの3000円対決やっていこうと思います。そんな経ちますか。なんならこのオシリスの天狗竜が神ですからね。神に勝とうなんて無理なんですよ、人間が。これやばいな、ちょっと初期値もそういうレベルの話です、これは。オシリス、三原神最初のオシリスです。はまれ、よしよし、触れろ、よし、滑らせるときます。耐えろ、よし、やりました。神ですよ、神をゲット、神をフィールドに3体集めたいですね。神、これでダイレクトアタックだ、ダイレクトアタック、よっしゃ、やりました。この状態で残ってるんですけど、動かなくなっちゃったのかな。何かです。え？まさか。まさかの展開に驚きですね。動け。動いた。来い。よし、やりました。持ち上がるパワーが入ってました。一番の驚きです。押しながら立てれないかな。いいよ。そのまま残ってほしい。残れ、よし。え、ついて回んないですかね。あ、閉まってますね。これいいんじゃないですか。立て、よし、 OK。 これでルームで投げれると思うんですよね、角度がついたから。投げろ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 、よし、来た。よし、やりました。よし、よし。はい、どうも、マモです。今日ね、海遊館出雲店さんイベント終わった後、シャケさんとですね、はい、2年半ぶりの3000円対決やっていこうと思います。そんな経ちますか。2年半。ね、2週半地球好転してますね。好転してますね。ということでね、もうシンプルですよ。3000円で何個取れるかやっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、マモさんのホームで先行で、はい、行かせていただきます。させてもらいましょうか。まあね、サクッとね。何個目標ですか。でも5000ですよ。あ、3000ですよね。3000です。僕取れたら強いんじゃないかと思ってます。1個600円です。なんか取れそうじゃないですか、気分的に。今日イベントもありがたいことに大成功。そうなんですよね。何狙ってる感じなんですか。僕、カードに引っ掛けて回せないかなっていう。やっぱバー停止したかったですけど。あ、いい形。手前の角弾けそうですよね。なんか今的なんで何人か言えないですけど、対決なんでね。対決でした。勝ったら何かあるんですか。勝ったら何しましょう。好きな景品をプレゼント。弾け、うわー。うーん、イベント中でもあったんですけど、横になったら地獄なんですよ。初期値のブースイードはありなんですか。初期値ブースイードありにしましょう。でも続けるんですよ。今日ね、出雲に神様が戻ってきてるんでね。そういう時期らしいですね、今。そうなんですよね。もうね、神様を信じてね。いないっすよ。いない、本当に。はい、いなかった。世界は残酷なんで。残酷ですね、はい、なんか常連さんならではの狙い方ですよ、これは。残酷かどうか。え、ラッキーチャンスです。よし、滑らせすぎてね、残酷さを見せてくるかもしれないです。なんならこのオシリスの天狗竜が神ですからね。神に勝とうなんて無理なんですよ、人間が。レジオ、どういう意味。分からん。レジオンって何。もうあんな頼む、かかれ。おー、1個。
はい、相手マムさんと同じ状況しました。決定的に勝つ国、決定的にね、神を取りに行きます。手前っ子なんすね。いや、何も考えてない。え、ノーシンキングプレイ。人間考えたら神の考え読まれちゃうんで、無心で戦えと。いい気がする。おお。おお。ゴールじゃないですか。ただ手前がちょっときついんだったかなっていう。手を押してみます。やばい。バッチリ。次行きます。特に深い意味はないです。届かないって。届かない、届かないって。そっち狙うんすね。はい、絞り込み大根。おお、神です。神ですよ。これでいきましょう。ここでね、巻き返したい。それ全然可能性があるゲームセンターですよね。海洋海洋。そうなんですよね。偶然の一致ってのがある。さっきの僕みたいな。まあ表があれば裏もある。まだ今のところはね、オセロの黒い方しか見せてないよ。白いところ、これ寄せましたね。寄せました。白いところ、おー出てきた。神様。おお、バーテーシー駆使したい。おお、入った。お、右手で行くんですね。寄せ奥バー来い。あるね。かかることを祈ってます。おお、バー停止してくれ。うまい。マグロはマジでうまい。オセロの白。よし、思いっきし黒って書いてますけど。ナイス。直線で渡って。直線です。いっぱいブースあるんですけど、はい、やるなら徹底的になんで、マムさんと同じブースでやります。定的にやられに行きます。今高さ一手でハマんなかった。違い取り方見せようかなっていう。おー、受け入れ出るか分かんないですけど。はい、惜しくしまったな。2回ぐらい持ち上がってましたね。おお、スライドなのかな。でも本体は当たって失敗って言ってんの。狙いを引き過ぎたのかな。はい、はい、左で上げる。おお、そっちか。あった、すごいことになっちゃうかな。あれ、取れそう。これ取れそうですね。やばい、世界の終わり。左貫通しなきゃ。ちょっと肘で切って上げる感じ。貫通しなきゃ。うん、落ちて欲しかった。あとちょっとやね。はい、お、やりました。すごいな、神様戻ってきましたね。ここでテレサを持ってくる。思い切りましたね。思い切ります。難しいのをやって逆転を図るしかないという逆転の発想で。あー、転がしたかった。いいかっすね。いいかっすね。3点ロックしないか。おお。うわあ、そこ弁当です。弁当台どうなるんでしょうか。あ、初期値です。天井に当てたいんですよね。あー、倒れた。あー、動け。動きましたね。動きましたね。クレーンゲームは難しい。待ってろ、可能性はある。逆転の入れ。左入ってます、入ってます。引き上がれ、引き上がれ。いや、もう落ちてる。落ちてますよね。次で行くんじゃない。いや、取り切りたい。取り切れなかったら入れなくなった。最後100円ですからね、これ。最後の100円です。もうさっきからね、黄色い面しか見えてないっていう。地獄の時間を過ごしてる。いやー、でマモさん2個って感じですね。2個ですね。うちは1個でも取れればマホさんが2個ってことで、僕がこれを取れば、はい、実質勝ち。大丈夫ですね。よし、
マリオカートで結構手が使ってたんですよ、僕。はいはいはい。相性いいかなって。マリオカート世代ですもんね。すいません、ダブルダッシュやってましたね。ねじれがやっぱ逆なんで難しいっすね。何か関係ないじゃん。長いんじゃない、エイト。ただ来た。これはマジで難しい。本気出しすぎちゃいましたね。いや、ばっかりっす。来た。これやばいね、ちょっと。初期値も。そういうレベルの話です、これは。そっちじゃないですよね。これも爪入るか疑問なんですよね。ここに入る。振って、来た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 。これやばいな。これはちょっとさすがに初期だ。せめて取り切って終わりにしたいんで。はい。初期はここだよな。手前気味。止まるとどんどん届かなくなっていく。さっきと一緒っすね。さっきの反省生かします。左爪が入ってなかったんですよ。左爪入れて手前に投げますよ。おすすめでね。入んないのかな、ここだったりと。いや入ってない、入った入った入った入りました、左。あ、違う、難しいな。そうっすね、ちょっと難易度は箱の形が難しいっすよね。ちょっと上げて、これはもう箱がだいぶ立ってるんで、もう爪入ってる。絞り取り牛乳も牛乳。うわ、ミスったけど、奥の滑り止めのない場に乗って、ラスが100円。指上げに全部下げます。取れれば勝ち、下げ上がったら引き分け。ペレさんの落ちるシーンが見たいですね。終わった終わった。ということで、結果としては引き分け。引き分けです。いいっすか。大丈夫っす。いや悔しいっすね。結構アドバンテージ途中であったんですけど。来た。うちあるかな。奥に送んなきゃいけないんで、ちゃんと左もつかなきゃダメですよ、きっと。あれ、引っ張る、引っ張るんすか。あ、バーテーションやばい。入るかな、下。お、来た。あ、なんとか。なあ、なあ、引き分けですけどね。取れました。むずいわ。これはちょっと難しかったですね。いやー、さすがですわ。やりました。おめでとうございます。勝ちで、これで。はい。勝ちではい、ということでね、仕上げさんと対決してきました。結果ね、ちょっと時間の都合もあって引き分けということで、またリベンジマッチというか、リベンジさせてください。こちらこそです。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。海遊館出雲店さんイベントの後に寄りましたよ。海遊館鳥取店さんです。早速ね、夜も遅いので実践をしていこうと思います。雨がえげつない。鳥取の出力はいかにということで、出雲会場実践ですね。 UFO9 での実践動きは立ちますね。これ確か頭側が重かったんで、右手前の角離れたら一気に行くんじゃ。入れ、オッケー、バーテーシ、オッケー。右かかりましたね。これで一気に振り切れ、振り切った。これも一気に橋の間に通しちゃいたいタイミングですよね。左爪若干サポート入れて奥に倒しちゃいます。逆、結果オーライです。乗りましたね。よし、引き上がれ、上がってこい、上がってこい、来た、やりました。このミクちゃんを求めて僕は鳥取に来たんですよ。鳥取のミクちゃんをフォーマット化、立たせたいですね、やっぱり初手は。立て、オッケー。左バー上来い、左バー上、バー上、オッケー。角取りましたね。これで一気に角度つけます。よし、オッケーですね。さっき手前を狙って失敗しちゃったんで奥を狙ってみました。ここがちょっと手順が違うところです。一気にここで端の間投げてほしい。投げろ、重心。この形どうですか。左爪で、右爪で押さえつつ左爪で奥に引く感じです。上がんないか。これで引き上がるか。角持っちゃってる、まずい。これで大丈夫だと思います。やりました。フォーマットとは何なんでしょう。次こそはフォーマット化したい。とりあえず立てたいっすね。よし、 OK です。
手前角、右手前角、バーテンシュ、オッケー、弾け、よし、オッケー、やっぱり手前行きます。狙いは手前なんですけど、右穴をちょっと景品に近づけてみました。これで切り端の間投げてほしい。投げろ投げろ、このまま上げちゃいます。で、出雲店さんとの違いは、ここのピンクのバーと銀色のバーの距離が比較的近いので、滑り止めのないバーはしっかり使えます。よし、やりました、やりました、ゲットです。あ、おっこつくんです。鳥取のおっこつはどうなんだ。おー、動く動く動く、はまれ、はまった。え、まさか弾いてくれるのか。回れ、よし来た、オッケー、よし、バトスで引き上がれ、よし、乗れ、奥しっかり乗せてから滑らせた方が後々後悔しない。オッケー、パワーあるかな。 ある、上がれ、よし、やりました。あー、来た。ラスト行きましょうか。ラスト取って今日は締めます。じゃあね、今日の最後は因縁のテレサ。ギリギリっすね、ミディアン。これでワンチャン一気に投げてくれないかって淡い期待を抱いてるんですけど、どうでしょうか。投げろ、淡い期待を抱いてるんですけど、どうでしょうか。投げろ、きた、やりました、リベンジ、やった。はい、ということでね、フラッと寄った海遊館鳥取店さんでサクサク行きましたね。じゃあね、今日は遅いんで帰ろうと思います。ご視聴最後までありがとうございました。